はい。えでは堂島大輔さんからです、はい、五郎さんというとヨーロッパへの留学や旅行などで本物を鑑賞したり本場を体験したりされていますがアフリカやアジア南米などでいいものを見たという体験がありましたら <laughs> <ー>一押しを教えてください南米行ったことないからな海外に南米行ったことある行ったことないです行ったことないの全語、はい、圏なのに残念ながら ああ、アフリカっちゃアフリカだけどさ、はいチュニジアは結構良かったよ。あ、行かれたことがありますか、うん、俺、1987年にさ、日本で、その当時で日本で一番詳しいチュニジアのガイドっていうのを作,作ったんだよな、なんか。え、ガイドについてもらえたいやガガイ、ガイドの、はい、ページを作った五あ、五郎さんが、 そう出版社にいらっしゃるき、うん、1か月,月もロケ行ってたのチェンジアにそれだいぶ詳細なロあの文になりそうです、ね、いやもうそれこれ前やその話しなかったっけそれもうものすごいしかもスパルタロケで厳しい、はい、それでねあのその当時確か日本バブルじゃん だからもうか海外旅行すごかったんだよんで、えーとね、そのちょっと前に、えー、高倉健さん主演のパリダカールのパリダカールラリーの映画がなんかチュニジアでロケやったんだよんでそれにすぐ後を追うようになんか名取裕子さん、はい、主演のなんかドラマテレビドラマのロケも チュニジアでやったんだよ、うん、その頃もうそういうドラマのロケとかも平気でバンバン海外でやってたんだよそれ、うん、でチュニジア政府がどうもチュニジア観光立国だったから、はい、日本からのお客さんがたくさん来るんじゃないかみたいな期待を抱いたらしくてでなんか日本語のねそういうガイドのやつを作ってくれみたいなことが、えー、それが何を間違ったかうちに来たんだよ<ー> <laughs> 何を間違ったかうちに来て。 で、たまたまそれで、俺が、そのちょっと前にチェンジア行ったことあったんだよんで。そんなこともあってなんか来て、で1か月行って。<ー>で、そこさ、もう国を挙げてのあれだからすごくてさ<っ>エリエリ、ものすごいエリートのガイドがついちゃったんで、オックスフォード大学出てる。<ー>だけど日本語は一言もしゃべれないそのその人が本当に厳しくて。 え何が厳しいんですか話聞いてないと怒るんだよ。それ<え>で、<laughs> 飯の時に、あの、質問タイムが、ちゃんと覚えてるから質問タイムがテストされると。結構大変。<laughs> すごいんだよお鬼教官ですよ、ね。鬼教官。鬼教官に鍛えられて、まあ行ったんだけど、で、まあバルド美術館っていう地に住んある美術館も結構いいんだけど、俺の一番のおすすめは、 ハマメットっていうところがあるのね。チュニスからちょっと行ったところの海沿いの町なんだけど、はい、そこ街自体がすごく、まあこ、こじんまりした綺麗な町な。海にこう突き出たところが要塞になってて、はい、そこがこうカスバになってるところなんだけど、で、1920年代にさ、ヨーロッパの、あの、なんていうの、リゾート地になって、当時のヨーロッパの金持ちがいっぱい別荘建ててるんだよ。で、その中の一つで、ルー,ムルーマニアの貴族の、なんとかセバスチャンっていう、 やつがが建建ててた建物があって、はい、今国際文化センターっていうのがなってるんだけど、えー、ダール・セバスティアンっていう建物があるんだけど、はい、それがすごくいい。えー、それねあのフランク・ロイド・ライトが世界で最も美しい建築物って言ったやつなんだよ。<ー>そうね、当時の20年代だからアールデコじゃん、はあ、ブームは。アールデコとアラブ様式がものすごくバランスよく融合してんの。 えー、珍しいですね珍しいす、すごくかっこよかったうんそれはあの今国際あの文化センターみたいになってていろんなアーティストがそこに安く滞在してこういろんなんあの作品を作れるっていう<ー>、うん、一般の方も入れるんですか一般の人もその建物自体を見舞っているうん、うん、すごい綺麗だよこのマシまあその辺あのチュニジアのそのハマメットとかチュニスとかシリブサイードとか その辺もう真っ白なところにさだけ青く塗ったああいいですねそういうのもいいですねあとあの中国はやっぱすごい故宮とかすごいよ故宮博物院とかもうもう嫌になるよどういう意味ですかだってさ台湾にあれだけ持ってった台湾にも故宮博物院あるわけじゃん国民とか持ってった分のそれでまだこん で日本とかもいっぱい持ってきちゃったりしてるわけ<ー>まだこんなあるんだっつぐらいへえもう展示されてる数からして多いんですかあ多い,多いもう、まあ、まず広いし広いし多いしもう俺は時計しか見てないけど時計も展示されてるんですかあのあのいわゆるカラクリ時計だねあ<ー>すごい中国のうん中国アフリカそんなところで許してくれるのは ウルタニさんは海外でそういういいやもう私は全く詳しくないのでヨーロッパばっかかウルタニアヨーロッパも詳しくないですしねスペインだけかスペインも詳しいとは全く言えないのでただただ見るのが好きというだけですからねはい南米はどうですかってだから行ったことないんだって行ってみたいですね行ってみたいよもう無理だよ無理ですひ。もう無理無理 南米遠いじゃんどなたかロケの企画をお願いします束も据えないんだぜずっとそうですね飛行機は据えなくなっちゃいましたねほぼ丸一日吸えないって感じになります確かに飛行時間が飛行時間が長すぎて着いた時にはもうダメかもしれないはい。イスタンブール行きたいですイスタンブールも行きたいんだよねトルコでした とるこうね、うん、今はね昔のコンスタンチノープルですよ、はい、行ってみたいです小野さん行ったことないところるのって行ったことないとこいだろだよね行った小野さんは電子タバコにしないんですから一回したいんだけどやっぱりね紙の方がうまいよ <laughs> はい <laughs>、はい